昨日のイノシシ鍋に引き続き、今からイノシシ鍋うどんを作って食べたいと思います。イエーイ。今日はマイさんいませんが、代わりにスタッフのモーさん呼んであります。モーさん、はい。じゃあ今から作りますよ。おう、おう、作っていいの？まず火をつける。はい、ファイヤー、ファイヤー。はい、うどん用意してある。あ、なべつかみになる。鍋つかめる。温まったよ。開けるよ。うん。気をつけて。うわー、見えたぎってる。危ねえ、危ねえ。甘い時期を。あぁ、はい、私じゃない。ダイゴヘリ、ダイゴヘリに置いてんの見えないでしょ。だって跳ねるじゃん。そうやってやるからだよ。ゆっくり出すだよ。こうやってお茶にしようとするからだもんだよ。昔からうどん出すの分かってたんですよ。開け方だよ。これ開けたよ。さっきそこから開けて失敗した。もっか。こちょこちょ。こちょこちょ。うわ、もう食べれる気がする。こちょこちょ。早い。こちょ。こちょ。3分から5分待ちます。豚か、豚があるかったか今。うん、3分から5分待ちます。あー、寒い寒い。あー、寒いよ。はい、3分経ちました。開けてみます。はい。おお、おいしそう。おお、はい。うん。どうも。あれは？何？いただきましない。いや、そってからじゃない。そうないとダメです。このまま食うのか。ミカルさんにはこれがお椀に見えるんだよ、多分。もう。ああ、ああ、真面目に。危ないから。たまお。たまおさん。え、いや、熱い熱い。熱いわよ。え、いや、熱い熱い。熱いわよ。え、いや、入れて。いや、熱っ。なんでここに飛ぶの？あ、ちょっと怖いよ。一本ずつしか取れない。これお箸使ってないからさ。うん。ほっ、ほっ、割り箸の方が滑んないんじゃね？よいしょ。ダメだね。みんなやるね、これね。ほ、いい感じ。うどん危険。肉。肉。はい。ですよね、ですよね。ごめんなさい。怒られた。バンって言った。違います。バンって言ったんです。アブカツ。アブカツ。アブカツ。やっとできる。いただきます。なんかさ、
しょよいしょ、あっち、すごい隣からお腹の音聞こえた聞こえたバレないかと思った。うんうん、あ、肉うま。一日置いたら柔らけ、柔らけな、うん、おいしい。うん、イノシシの出汁めっちゃ出てんだろうね、うんうん、思いましたね、うん、油がすごい、なんだろう、油でこってりしてるけど全然これ食べれるね。てか脂身が美味しいからこれ、うんうん、いやー、いやー、本当に煮れば煮るほど柔らかいんだね、うん、お肉。このおつゆ永遠と使いたいでもさ、毎日火入れたら腐んないって言うじゃん、うん、うん、なくなるまでいけんじゃないかってちょっと思うよね、うん、思う。毎日火入れればいいでしょ、それぐらい美味しい、うんうん、お箸しますか、お箸をください、お玉とお箸、あ、僕のお箸いいよ、はい、俺のあっちだ、うわっ、うわっ、うわっ、うまく取れないね、これ。なんだよ。わあ。アンナさんに取ってもらえばよかった。肉。どうしたの？怒ってるの？こいつ危ねえんだ。おいしい。豆腐は早めに食べた方がいいよ。お豆腐いこうかな、うん、豆腐は早めだよ、だってこの出汁を使い回すんだったら豆腐を早めに回すとしようかな。そうか、回す、どうも、使い回すの、え、この後増水していいじゃねえか、増水していいじゃねえか、だからみんな汁はあんまり取らないでね、うん、塩増水、水足しゃいいんじゃない、そうじゃない、そうじゃない、秘伝のソースなんか300何十年とか次足すってこと？こっから永遠にこの鍋を道具にするってこと？あと肉足す、肉を次足し、もうない、もうないんだよ、本なんだよ、うん、もう肉ないんだよ、貴重なんだこの汁は、イノシシの筋肉って感じの肉がいいよね、うん、筋肉、豚どうせ運動してないでしょ、うわ、増水をやったらあれか、汁はもうなくなるのか、そうだよ、もう一回ぐらいうどんやっときたいね、そしたら、でももう一回うどんやったらもう汁この半分になっちゃうよ、そっか、もっと食べれるでしょうねでしょうね。どうぞ。美味しかったな。美味しかったね。うん。うどん入れた方がいいね、2回目はね。うんうん。味が、なんか昨日より濃ゆく感じるのよ。うん。え、そんなことない？そうだ。詰まるから当たり前よ。うん。それはそうだなと思って。セーフ食べた後でよかった。14秒後。なんか多くない今日。一日中鳴ってるよ、私の揺れくるコール。震度1です。震度1で鳴らさないの。いや、撮影してようが何してようが地震が来るんだったらお知らせしてもらわないと困るでしょ。震度1だよ。その音の方でやられそうだよ、心臓。今揺れてました。え？揺れてる？あ、15秒前に来て15秒後も来んの？はい、15秒間で逃げるんだよ、無理じゃん、震度1です、なんか火つけてたら火消すとかできるじゃん、15秒あったら、あ、みんなそうやって批判的に言ってて、でっかい地震来たら知らねえかな、でっかい時に鳴らせばいいじゃん、うん、
日頃からの備えが大事です。違うんですか、何言ってんだみんな。だから嫌だ。美味しかったです。うん、すごい美味しかった。もっと食べれるね。いや、量は十分でございました。2日目のがお肉が柔らかい。うんうん、あと出汁がすごい出てる。めちゃくちゃこの汁が美味しい。うん、うどんに染み込んで、めちゃくちゃうどんが美味しかった。うん、もう肉がありません。肉がありません。スープしかありません。うん、でも明日はこれで雑炊を作ります。食べたい雑炊。うん、絶対美味しいよね。うん、でも雑炊したらもう汁なくなるんでしょ。そうだよ。お腹いっぱい。うん、私も豚。ごちそうさましよ。何？ごちそうさま。ごちそうさまでした。